和田義彦は日本の画家。2006年、イタリア人画家アルベルト杉の作品との強い類似性が問題視され、芸術戦勝文部科学大臣賞を正式に取り消されるなどの社会的な波紋を呼んだ。1950年に創設された芸術戦勝の歴史の中で、賞取り消しは初めての事態であった。2006年、芸術戦勝で、 文化大臣賞を授与された際、受賞理由の一つであった、回顧展にイタリア人がカールベルト杉の作品と酷似したものを出展しているとの投書が行われ、文化庁が調査を開始した。和田は、イタリア留学中の知人であった杉の作品と酷似していることを認めつつ、同じモチーフで制作したもので、盗作ではない。 本人に了解をとっている等と弁解したが、アルベルト杉は明らかな盗作、事実は調査が始まって知ったと和田を強く非難した。6月1日、所属する国画界は和田に対して大会勧告を行い、特別企画展国画界の画家たちを開催していたメナード美術館は和田の作品を撤去した。6月5日、文部科学省は和田への文化大臣賞。 芸術戦勝受賞の撤回を決定した。これに先立ってはだが希望していた、受賞の自主返上については、返上では、受賞履歴は残るとして拒否した。敵対老軍学芸通信社1998年7月から1999年11月、正義の基準参入者2001年3月から2002年6月、使命の条件2006年、 法王朝の帽子、小説宝石2000年11月、誉れ星の証明、小説宝石2000年3月。ありがとうございます。